い娘だわ。これも来たもんだから。え？本当だ。もうちょっと前に進んだ方がいいのでは。だな、俺もそうなんだ。だってここが一番心霊トンネルらしいですが、霊感どうですの？全然。みんながすげえすげえと思っとるほどすごくねえぞ。悪いが、ああ霧が出とるね。霧ですね。こんだけ湿気があれば湿気になるもんなるわな。カラッと晴れてねえもん。みんなが思っとるほどすごくないと思うけどな俺は。これだったら本当まだ旧本坂トンネルの方がまだあれだぞ。あそこはむしろだいぶ強いスポットなのでは。旧本坂トンネルとかさ、うんうんうん、もう一個ないんだ。どこ？静岡。旧本坂と 俺らもう一個行かなかったっけ？静岡トンネル？静岡って何があったっけ？旧本坂トンネルだけか。うん。あ、伊勢神トンネル。愛知なんだよな。みたいなもんや。に比べりゃ大したことねえぞ。まあ。なんか声が聞こえる的なそういうのも特に霊感使ってもない。え、何今から霊感使えってここで？お。すげえ無駄遣いやな。今に始まったことじゃないんだよな。そう。前に車が走っとるぞ。あれ違うか。車ですな。そうかな。遠いな。これ歩くんでしょ。誰が行ったの？あなただよ。車じゃねえやこれ。わお、矢印だなあ。絶対車に見えたぞ今。うわすげえ霧。ああここだけにしよう。クスがなくなっている。は？クスがなくなっている。持ってったんやろ。ラッキーってこう言って。うわ、めっちゃ涼しいな、このトンネル前来ると。このトンネルはライトあるから明かりはいらんっすよね、多分。うん、ウイ君も持って持て。虫にかな。違う、まあ、うん、虫以外、うん、ちょうどね、こんな角度だと思う。でも本当にこのあれは今、赤い光が走った向こうカメラの、なんでしょ。あの車の後ろライトじゃないよね。違う、こっちはもう俺今ちょっとさっきのバイク。この角度ぐらいっぽいやつが仮面ライダーのシーンで使われてた。オーブは結構飛んでるね。ああ、やっぱ広いこういう場所だけあって、うん、でも実際虫じゃない？今赤い光って言ったけど。な、虫だな。今思いっきりあなたのなんていうの、カメラの前で花火みたいないい感じの赤いのが飛んだからさ、うん、俺もそう思った今。はい、では皆さんこんにちは、じいちゃんです。こんにちは、こんにちは。どうも。今日はね、うなぎのタレトンネル。皆さんはうなぎ食べましたか？みんな僕ね、食べてないんですよ。なんか美味しいの食べに行けばいいのに。
怒って嘘だろって値段見ると俺腰引けてまうもんあれ。ああ以降その3000円とか見るとそう。ああ分からんではないな。怒ってさて貯金はいくらあったかな。松阪牛よりもうなぎの方がええべということで今日は、そのうなぎにまつわる、はい、うなぎだる、うなぎだる、うなぎがだるいっていう意味ですね。うん、まあここが何だった、ここ何心霊スポットで有名なところ、有名なところ、あ車来たら危ないよ、有名なのここ、うーんらしいですけどね。ああそうか、あれ労働災害の記録として残るほどの多くの犠牲者が出たことにより、それによるお化けの目撃、ダム完成後飛び降りが多くあったと思われ、それによるお化けの目撃、そんなところかな。あとショッカーの怪人がここのダムを吹き飛ばそうとした恐怖ショッカーじゃあ皆さん、じゃあ今からね、うなぎだる、はい、歩いてみます。この辺はまだあれか、ボコボコなってないから顔っぽいものが映らんかった。ここやね。なんて？歩行していいのかな。いいのでは？せやろ。ダメだったら後でお叱りが飛んでくるだけだ。すげえ。見てない？あ、本当だ。まあ、普通のトンネルなんだ。ここ、暗いし。うん、今あなたが映ってない。ギリギリかな。絶対ライトいるぞ、これ。白いライトが。確かに。取りに帰る。さあ皆さんテイク2でございます。テイク2もう絶対しないからな。はい、では皆さんテイク2ライトを持ってきました。もう何と同じじゃないです、はい、無理です。さあ皆さんね、ここから襲名が出るとか、正直なんていうの、工事でお亡くなりになった方々が恨んでるとかそういうそれもない。なんてなんて、ちょっと待って、反響すぎてマジでも聞こえない。大したことない。なんかタバコとか飲んだことないと思うけどな。まだ何、本坂トンネルとか、うんうんうん、青山トンネル、三重の何トンネルやったの、青山トンネルね、小谷トンネル、うん、わけ13、14怖さだけで言ったらやっぱあっちの方が上だね、なんか。俺も不気味だったけど、なんていうかね、このトンネル大きくてね、開放感あるのよね。俺らは一体何してきてんだ、本当に。いやー、本当にこうやっていろいろちょっと探ってみても。めちゃくちゃ強いっていうやつじゃなくて、薄いや
やつは、こっちは部分の外で。ほう。だけど、それが何っていうわけではないし。悪さするほどのものじゃない。まあ、でも体験談もそういうなんか、なんていうの、大勢お亡くなりになって、その幽霊がいるとかそういうので、極端な話、見えたかどうかそれ危ういエピソードしかないので。だからたくさん死んだって、イメージでやってて、はい。だからそういうなんか妄想空想が始まるんじゃないかな。霊感ないけど、それでも言おう。何も感じねえ。見やすい環境じゃない。幽霊見やすい環境ではない。あのね、ピーンっていう音がするんやって、霊気がある。お、耳鳴り的な。そうそう、頭の中で蚊が飛んどるような音がする。ああ、それがないとここ。あ、出口じゃん。うん、はい、では、うなぎだるトンネルの、はい、うなぎだるトンネル、クリアです。クリアしました。まあね、まあ、強いて言えば、まあ、このトンネルって思ってくれれば、一回トンネル出ましょうか、環境がうるさい。あ、うなぎだるトンネル、はい、まあ、また、今度は元に戻りましょう。丸山ダムは行かなくてよいのですか。丸山トンネル行かなくてよいのですか。なんで。あ、それは行く気ないな。行くやろ。行く価値ない感じ。なげえ。行く。お任せ。いや、あなた次第でいいよ。皆さん終わりました。往復、はい、約6キロ、6キロプラスアルファで8キロぐらい。お疲れ様でございました。お疲れ様、本当お疲れ様だよね。さあどうします、ムイ君。今からどうします、うん、まあ車に乗りましょうよ。帰るべ、帰るべ。よし帰ろう。いや確かによな、うん、あの壁を見たら普通に幽霊かもしれんって、誰も誰々がもう死んでるっていう、何その固定観念で見るやん。事故でここ人が亡くなってるんだよって嘘でも言われたら絶対そんな、なんかなんかあったら見えるやん、そういう風に、うんうん、俺はそういう風に撮れたな。今顔みたいな、なんか壁になかったみたいな、そんな風に。でも、すげえな、1時間近く歩いてんだね。めっちゃ頑張るやん。めちゃくちゃ、あんなちょっとでもう1時間ぐらいかけたらだら歩いてんだな、俺ら。3キロ1時間か。ゆっくり歩いたもんじゃ。ちょっとさ、さっきの慰霊碑、うん、慰霊碑か。ちょっと行ってみ、付き合って。よいしょ。でもこっちの方がすげえな。この辺の方が、このダムの水が溜まってるところの方が、ダムの上の方がビンビン感じるんやけどね。こっちを撮影するべきだったか。何のためにトンネル歩いたんだ。お、なんかいた。いた。そっか。おかしいな。記事だと丸山ダム、じゃ丸山じゃねえ。丸山じゃねえ。それ三重県やし。岐阜なんだよな。岐阜やった。佐久間ダムか。佐久間ダムよりもトンネルの方が怖いってみんな記事では言ってるから、じゃあそうなんだろうと思ったけど、やっぱりダムの上に
感じる。強い心霊のあれは感じるよ。3体ぐらいは。おお。そう、地を見るべきだ。うわあ！びっくりした！びっくりした！びっくりした！シカちゃん、そんなとこに入っていくのですか。じゃあの、じゃあのちょっと待てお前びっくりしたー、本当に今マジびっくりした今俺思いっきりブレーキ踏んだ今、顎打ったやん俺久しぶりに大声出したわあーマジ今のは、今の心臓に悪いぞ俺もやっぱ帰ろう、もう降りたくないそうね、動物見ちゃったなぁ。あーマジ声、喉痛い。あーびっくりした、もうやめてよ。強烈でいい声出したあれもうちょっとスピード出しとったら俺ぶつかってたよな。ワンちゃんぶつかってましたな、やば。シカちゃんもなんかあやべえみたいな感じで止まってくれたけど、おー俺はちょうど前がハンドルに持たれて運転してたからさ、ごったいわい、びっくりした今、びっくりした今の声だけはシカちゃんにも聞こえたかもしれないちょっと降りるのやめよう俺、いい？はい、俺幽霊より一番怖いのがこの動物だ。いやカメラ回しといてよかった。でもこの慰霊碑撮った方がいいかな。俺一人で行ってきます。ちょっと待って、せっかく来たんだからな。はいですね、ちょっと待ってね、さっき大ごとなことになってましたからちょっとみんな動揺が隠せなくて2人とも。ああやっぱ俺は虫がダメだ、動物より。うるせえ、動物の方が怖えわさあここが慰霊碑が建ってる場所で、はい、そうですね、うん、撮影前にトイレ行った時に慰霊碑見ましたわ。あと慰霊碑なんだ、公園だと思ってバッカー思ってたら慰霊碑。ああ思ったよりこっちの方がすごいね、トンネルよりか。ああやっぱりトンネルよりトンネルの外の方がすごいですか。うんうんうん、シーンと静まった方がいいね。なんか我々の心霊らしい。こういうなんか緊張のあるところ一番いいね。こっちの方がすごいすごい。おう。うん。わ。すごいなこっちの方が。よし、とりあえずクリア。動物はいません。え、入れ引こっちだろ。すごい。ん？あ？パシッていったね今。霊感ですか。霊感ですね。自動的に今ジジジジジって動いた、ね、しっかり映すなっていうポルターガイスト発動してるじゃないか。今ジジジジジって動いて、お前また戻しちゃった。
今これ本当触ってねえけどさ、うん、勝手にズームした、うん、ズームブーンって動き始めた。何この緊張感すげえな。鹿だろ、鹿だろって鹿じゃねえここすげえな思ったよ。おお、うん、今なんかカチン言ったけど言ったよな、うん、何かいるのか、幽霊がいる。はい、大佐今なんか金属音か変な音したよね。うん、なんかぶつかったようなね、音がしたけど、でもなんかその目が光って反射とかそういうのないから、近くには多分まだいない、もしくは見える場所にいない。草葉の陰に隠れてるとこだ。なんか変だよね、ここだけ違うね、今日夜やるかな。今あっちからへすごいものを感じてる。なんかヤバめ、うん、ヤバいな、ヤバめだなこれ。今ね、階段があるとほんとちょうど登って、うん、うん、そこの目の前のこの階段ですよね。そう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 、うん、を登ったすぐそこ、うん、行く、やめる。急に変な風が吹き始めたね。ね。ね。上からスーッと降りてきたね、風が。よくないパターンかな。ね、今の葉っぱのやつはごく一部やったもんね、風の。うん。の方がやっぱしあのピーンって音がする。おー、俺には分からないけど、じゃあやっぱりこっちの方が強いんだな。うん、さっきの上におったお、あのオーブがこっちに来てるの。橋の上にいた、ここに今。うわー、すげえすげえ、サモボロが。眩しい。へえ、すげえな、今そこにちょうどお、うん、その辺映してる。うん、なんかいる。違う違う。真面目な話、ここだけはあなたに先行しないでって言うわ。行こう。ヤバめだな。ちょっとごめん、退散しよう。ん？